こんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。もみあげスピードモーターサイクルズです。本日ご紹介いたします特選中古車、1992年ハーレーダビッドソン FXR スーパーグライドです、カスタムベースの現状販売車両となります、ところどころカスタムされております。まずはフロント周りから、21インチのスポークホイール、残念ながら大変錆びております。タイヤも、エーボンのマーク2、こちらも山はもう残りなくひび割れもありますので交換、要交換といったところですね。アウターチューブは左右ともに一度ポリッシュをされた跡があります。まず綺麗だと思います。でフロントフェンダーに関してはこちらは黒ですね、外装、タンクリアフェンダーは紺色に塗られてますがフロントフェンダーは黒です、ブレーキキャリパー純正です。ヘッドライトこのようにベースタイプのものに変わってます。またハンドルもこういった、ミニエーブですねになってます。でフロントブレーキマスターパフォーマンスマシン、そしてクラッチレバーも同様のパフォーマンスに変わってます。でスイッチボックスもこのように左はホーンとウインカー、右側がスターター。ヘッドライトの配慮は、こちらですね、ヘッドライトについてます。ハイロー、オフもありますね。ハンドルポストも純正からこの形状に変わってます。フロントはブレーキスイッチが現状ついておりません。ミラーも右側だけです。タンクはスポーツスタータンクを加工して取り付けてあります。塗装状態、また大きなへこみ等はないと思います。塗装状態もよく、大きなへこみ等はありません。でシートはこのようなガンファイタータイプの、一人乗り仕様ですかね。一応ステップがついてますし、こちらで、登録は二人乗り登録も可能だと思います。でリアフェンダーもタンクと同色紺色に塗られ、テールランプはツームストーンタイプのものがついております。またフェンダーストラット黒く塗られています。リアサスは11インチのプログレッシブです。サイドカバーと左右ともにですけどもメッキのものを黒く塗られところどころ剥げています。左側もそうですね、こちらところどころ剥げております。メッキのものを黒く塗られたものだと思います。タンクの、コックはピンゲルです。スピードメーターはこの位置についております。フロントからケーブルで取り出してありますね。でエンジンですけども現状大きな漏れは見えませんが、アルミ部分このように腐食あります。またシフトペダルも大きく錆びています。フロントウィンカーはこの位置に、これもメッキのものを黒く塗られてもうだいぶ塗装が剥げています。ロッカーカバー、これもこのような腐食です。コーンカバーはメッキに変えられています。またミッションカバーも腐食があります。スターターは黒の塗装が、お約束ですね、剥がれております、剥がれかけてます。純正のマフラーを連結パイプを外して蓋が溶接されているという形ですね。ヒートガードはついておりません。塗装の剥ぎかけたフロントウィンカー、リアウィンカーもはこの位置ですけども同様にメッキのものを
黒く塗装され剥げております。剥げかけております。エアクリーナー S&S、 こちらメッキのものをサンドブラストか何かでメッキを剥がして、表面はこのようにちょっとザラザラとした感じになってます。キャブは S&S のスーパー E です。アクセルワイヤーは1本引きになっております。スロットルホルダーも変わってますね。リアフェンダーは、こちらですね、シートの止めているところはサビが出て塗装まで、影響しております。そこら辺も含めてカスタムベースとお考えいただければと思います。ではエンジンをかけてみます。メインキーはこちらですね。カスタムベースということでお求めやすい価格の設定にしております。テストもご検討のほどよろしくお願いいたします。もみあげスピードモーターサイクルズでした。